どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。モンスターハンターワールドアイスボーン続きをやっていきましょい。はい、ってことで、いてつく国の白い騎士、これをやっていこうかなというふうに思います。ベリオロスでしたね、確か。ベリオロス行きますか。まあ、今回は体験で行こうかなというふうに思っております。ホットはあるね。ホットはあると。何をしてくるか分からへんからね。ちょっと全部持っていきましょう。ご飯食べて。はい。はい、行きましょう。ベリオロスか。ベリオロスってなんか戦ったことあるようなないような。これより氷河流の調査及び調査員2名の捜索活動を開始します。シルベムシに足跡を追わせるわ。よし、で効果薬飲んで、まああ、スリンガーだけ回収しとこうかな。雪で服汚れるんや。わ、全体的に汚れたわ。あ、ていうか、シルベムシは？これか。え、受付所。彼女たち、ナンパ船と石について何か分かったかしら。今から聞くのが楽しみよ。こっちでいいんやな。早く無事な姿が見たいわ。あ、歩くの遅い。で、こっち。吹雪いてきたわね。受付嬢の足跡、ベリオロスの足跡、足跡か。ん？石ころか。どこへ行くの？二人は近いわ。でも、フィールドマスターの足跡。ベリオロスの足跡。え、これベリオロスなの？いや、違うわ。びっくりした。ベリオロスに遭遇、救助に行け、安全確保。違うね。待ってくれ。どうしようかな。とりあえず初手は飛ばした。うわお、最悪。あ、飛ぶん。
早い。結構じっとせえ。違う、行っちゃった。痛い。これやられるとなんじゃない。ボワボワの年もこんなもんな。早いわ動きが。見て、飛ばしたいな。おい、全然こいつ動き早すぎて間に合わへん。あ、死ぬ。助けて。おお、間に合った。起こる前に一回ぶっ飛ばしたかったんだよな。痛いな、もう。何やろ、動きマジでわからん、こいつ。おい、全然あかんやん。動き速すぎ。大概のやつあれで間に合うんやけど。全然ダメや。諦めた。戦おう。飛ぶの？いや、何それ。クシャみたいなことするやん。違う違う。いや、痛い。なんちゅうこと。いや、動き早え。どうしたらいいの。あ、落ちる。あ、死ぬ。これ防具さ、これそこそこのっていうかマスターランク防具やけど痛いよこれ。こいつあれやな、頭はちょっと厄介な。こっち側の腕かな、これ。当たってそうやな。よいしょ。気づいた？気づいた。メリオロス動き早いからまだガンナウスより体験の方がいいかなと思ったけど、そうでもねえな。いや、やべえこれ。どこ行ったっけ。あっちか。うん、勝てる気がせん。え、そんなとこで戦うの？狭そう。しまった。不動がねえわ。そ、ややこしい。見えへん。何、どこ？全然間に合わへん。
おお、そう、マジで。これやばくないですか。怒ってないのに、これは俺辛い。なんかマジで俺勝てる気せんわ。尻尾も。おお、戻り玉がねえ。戻り玉がねえ。スタミナもね、もう死んでいいよ。スタミナね、ちょっと あれどこ、あれキャンプどこ、キャンプ全然違う、ここじゃないよ。やられるとスタミナ持ってかれるから、狭いとこでややこしいことすな。痛い痛い、ちょっともう早く殺してください。いないし、ほらほら撃つの、そんなのガンランスに変えよう。死ぬわ、やべえ。これあれやな、630やろ、こっちもそこそこあるはずなんやけどな。これはいらん。毒はしてこうへんことが分かったから、打ち消し持ってとこ。あと戻り玉一応ね。お父さん、ちょっと待って、狭いな、あそこやんけ、これ。お、全然吹っ飛ばへんの、なんやこれ。
なんかガードしててもあいつのせいで逆にダメージ減らってる、食らってるような気がするね。あ、ないわ。いないし。どこ？うわ。そんなところ、ちょっとよよよよ。ややこしい。おお、なんでガードしてたね、今。ガード機能攻撃。うわ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 。いて。一気にマーチが滑って。ああ、しんど。ちょっともういらんことすなって、お前。何しとんねん。ダメージ的にはあんな、なんか、アシュより全然、強えな。ここ何これ。入られへんのか。いや、何してんの君ら。ちょっとそれ勘弁してほしい。あ、縄張り跡してる。わかんないのか、間に合わない。尻尾もブンブンするから、ね、ナイス。あー、ややこしい。見てー、どこ。おー、ステップじゃ避けれへんかったわ。
わ、いって。マジでやべえ。縄張りあるぞ、しゃあんの何、同族的な感じか。うん、ナイス。あー早すぎて、どこ、あ、せっかくのチャンスが遠いですか。こいつあれか、お、疲れとんな、いいじゃん。あとどこや、どこはしゃ、あれか、吹っ飛べへんな。ここにいるのかよ。あー、まあ全然間に合わへんわ。今のは完全に遅かったし。よいしょ、みたい、これで弾落としたよ。痛い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 、なあ怖っ。危ない。この戦い方するんやったら俺多分拡散の方良さそうやな。怒ったな。で今ステップ入れたの、
危ねえ。傷がな作られへんね。ああ怖え。いいね。あ、いってー。えらい。何してるの？あらもう最悪。遅いんちゃうかお前攻撃が。ピヨってへんか、大丈夫か。うわっ、これうわっ、これやったらもうちょい こかせられてた。こかせられた。あぶね、遠かった。まあ、とりあえず入れとこう。トイレ。あれ指示どこ行った。気絶無効。俺会心アップ。なんで方向か。痛い。そういうのはずるい。見えねえ、どこ。おいって、マジで。あ、違う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 。また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 。もう一個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 見せて。
なんでもったいないバカ撃ちすぎたいないしあらまあ。今までだいたいなこの起爆流クイ砲を入れる隙間があってんけどこいつなかなかダウンをしてくれへんからちょっと待ってホットドリンク飲みたいあ痛いホットドリンクホットドリンクどこあーくそ全然ステップ間に合わへんダメだこりゃはい、服薬取りにかな。ま、やばい。マックスかい。なんとしてもなぶっ飛ばソールさせてほしいね。おらやっとややっとですわ私ちょっともういらんことすんなってよっしゃやっと吹き込めためっちゃいいぞお前そのアシストうん、今帰ろうとしたんちゃうかったこのここはやりづらい滑るな、やっとや終わるわどこ行ったあっちかはあよかったどこよ見てるえどこにいんのこっちかえ上上っすか捕獲準備あーここねー古竜じゃないし捕獲はできるよなきっとえ？ちょっと待ってやまさかのやびっくりしたまさかのしびれわら届かんってそんなアホな設置してたで今さあ2人を探しましょうこんは恐ろしい
ソーセージ食ってる。ほら、やっぱりそうですよ。来てくれたんですね。心配かけたわね。調査の途中でベリオロスの気配を感じて隠れていたの。おかげさまでこちらはいい成果が得られましたよ。調べたらナンパ船にモンスターの襲撃跡があったの。ベリオロスよりももっと苛烈な跡。とてつもないモンスターがこの地に存在したことになるわ。それとこの辺りでまだ新しいものです。これが作られた原因が近くにあるはず。そっちはどう？変わったことは？氷漬けのモンスターか。ベリオロスの仕業じゃないことは確かね。となると、ちゃうやん。どこ？なんてこと、みんな無事？間違いない、あれはレイギエナを襲ったモンスターです。 あっちにはアステロが。すごい、今はクデンのみが残る幻の古竜。あれはまさしくイベルカーナ。おばさま、自分を信じて生きなさい。きっとそれの謎に近づくわ。それにあの古竜は兄弟よ。きっとあんたたちの力が必要になる。行ってきます。おばさまもどうか気をつけて。では行きましょう。終わった、よかった。豪壮尻尾トゲ。7になった。新しいフリックへ。加工屋でより高いレベルまで防具を強化できるようになりました。防具の強化段階が解放されました。壮絶な力を見せつけ飛び去った幻の古竜、漂流イベルカーナ。ハンターはその姿を追い急ぎアステラへと戻るのだった。防具、せやな、防具630あるわって言ってちょっとなめてた。そろそろ防具を強化していかなあかんな。みんな緊急に集まってもらってすまない。渡りの地で警戒すべき事態が発生した。これについては5機団から報告を頼むよ。はい。渡りの伊手地にて氷漬けとなったモンスターを発見しました。原因となる存在も確認しました。あれはおそらく古竜。その古竜ですが海上空へと向かいこちらの方角へと飛び去りました。現在ここ新大陸に来ていることが考えられます。報告の通りだ。万が一を考えて最大限に警戒すべきだと思う。我々研究班は現場にいた一騎団殿の見解をもとに
それとおぼしき存在を書籍に探り当て、確証を得ました。古竜の名は漂流イベルカーナ。正式な記録に残された目撃数はわずか数例。いずれも人の立ち入らない極寒の地で、登山家、冒険家などに目撃されています。息吹や羽ばたきで生物が凍ったとありますが、まさか真実だったとは。これほどの古竜が活発化したとあらば、生態系の急激な変化は必至だな。そうしれ、その兆しこそがレイギエナの移動であるとは考えられないでしょうか。レイギエナが向かった先に影響の主がいたと。なるほど、可能性がなくはない。だがまずは存在の確認だ。調査班は各地を分担して探索、異変を探し出せ。わかりました。手分けして探索に取り掛かります。思いもよらぬモンスターを見かけた場合は各々対処を任せ。それと物資班、万が一に備え物資の確保をしておくよ。これは急務だ。以上、解散。解散。イベルカーナが新大陸にいるとなると大変なことになります。私たちの担当は古代樹の森です。探索で異変を確認しましょう。こちらに。君にこれを。新しい装飾品だ。発見されたのが極寒の地だと分かった時点で三機団に開発を急がせていた。先日その結果を出すことができた。活用するよ。体感者かよ。ベラ、何もなし。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またね。